はい、皆さんこんにちは、ヒデチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日は4月の7日ですね、木曜日でございます。平日なんですけど、ちょうど今日ね、息子の入学式だったんですね、午前中で、まあちょうど有給を取ってたので昼からのんびりバイクに乗っております。少し前の動画で広島にね、新しくバイク用品の量販店、バイクワールドさんができるかもよ、そしてできましたよっていうね動画を上げたかなと思うんです。で、まあ、引き続いてですよね、これ本当喜ばしい情報だと思います。バイクワールドさんに引き続き、今度はあの有名なライコランドさんがね、どうやらできるかもよという話、かもよじゃないな、もうねこれ公式情報で出てましたんで、できますですね。時期としてはねこの夏だそうです。なんでもう少しね先になるかなと思うんですが、できることは間違いないようです。ただねちょっと場所がよくわかんないんですよね。ぬくしな、これね広島以外の人は絶対読めない地名の一つだと思うんですけど、ぬくしなの1丁目までしか、書かれてなくて、何番何号までは分かってないので、多分この辺かなみたいな感じで、今日はね近くまで行ってみようかなと思います。ただね、ただねが多いんですけど、バイクワールドさんの時もそうでしたが、あのねまたこれまた場所が微妙なんですよね。ぬくしなという場所なんですけど、ちょっとした商業施設があるんですね。フォレオだったかな、ちょっと僕もね全く縁がないので名前ちゃんと覚えてないんですけど、フォレオなんとかみたいな、まあ、こじんまりした商業施設があって、多分そこに入るんじゃないのかなと、これは僕の勝手な予想なんですけど思ってますと。そうした時にまあね、この周辺がねもうアホほど混むんですよ。そういう意味でもう場所が悪いというのはそういう意味です。もうね、なんでここですかって感じなんですけどね。はい、正面見えたね、フォレオ広島東、知らんかった、初めて来たけど、これはどこから入るの、これか、何があるのかすら知らないんですが、とああなるほどね、ブックオフとかマックスバリュースーパー、いやでもここにできるとは思えんな、あっち側かな、あハードオフとかあるんですね、ハードオフは嫌いじゃないな、あイエローハットもあるじゃん、ゴルフ屋と、なるほど、はいはいはい、こんな感じっすか。ただなんか空き店舗があるっていうか、まあ居抜きかなんかでねそこに入るのかなと想像してたんですが、そんな感じじゃないな、うん、なんか潰れた感じのお店ないね、違うんかなもしかして、ああ分からん、てっきりここかなと思ったんですが違うのかな、どこかな、すいません偉そうにご紹介しますみたいな感じで来たけど分からんわ、いや分からんかった、一周したわ、よし、ハードオフでも覗いて帰ろう、僕ねハードオフ割と好きなんですよね。どこかな、分からんかったな、まあ、ご覧の通りね、敷地はぼちぼちあるんでどっかにはできるのかもしれないんですけど、すいません今日はちょっとまだ分かんなかったです。なので、まあ、関係者じゃなくても、
ぬくしな一丁目のこの辺ですよっていうね、情報をもしご存知の方いらっしゃったら教えていただければなと思います。はい、ということでハードオフさんもね、ちょっと特にめぼしいものもなかったんで、もう帰ろう、収穫ゼロやな今日。はい、ということで結局すみません、場所全然分かんなかったんですけど、まあ、この辺なんでしょうよきっと、ライコランドさんができるのは。で、今日ね平日の午後遅めということで、まあね、まだ渋滞にも入ってないのでそう混んではなかったんですが、土日ともなるとね、ここもうどん詰まりなんですよ。目の前の道、右に曲がっていく道とかね。なんでちょっとどうしてここに作るかなというのはもう素朴な疑問としてあるんですが、それでもね、こうしてバイク関係のお店がこう立て続けにね増えるっていうのはすごくいいことだと思いますね。この業界が盛り上がってくれればいいかなと思います。はい、ということで今日は広島にね、新しくライコランドさんができるとのことで、多分この辺にできるんじゃないのかなというような場所に行ってはみたんですが、結果すみません、全く分かりませんでしたというすみません、何の情報もない動画でございました。またね、詳しく分かったら行ってみようかなと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。